毎度おおきにこんにちは、社会のおじさんジョニーです。よろしくお願いします。さて、6月に入りまして、日本国勢図へ2022年23年版が発行されました。基本地理はこの日本国勢図へや世界国勢図へをもとに入試問題等のデータを作成していきます。7月から数回にわたって確認したデータを解説、場合によっては語呂合わせなんかの暗記も紹介していこうかと考えています。今日は日本の豆類と雑穀類の最新データを紹介していきますね。特に大豆と昨年から話題のジャガイモを中心にお話ししていこうと考えています。それでは今日も行きましょう。まずは自給率が低い大豆から紹介しますね。自給率がなんと 6% なんですね。大豆は豆腐や醤油、味噌などの和食の原点ですね。畑の肉とも呼ばれるくらい栄養価も高いんですよね。さて、その大豆ですけども、日本国勢図への最新データは直近の2021年になっていますね。1位の北海道が 42.5% を占めています。2位が 9% の宮城、3位が 5.6% で秋田となっていますね。豆移動、みゃーみゃー、飽きちゃったって覚えますか？豆で大豆で移動で北海道の移動、みゃーみゃーで宮城、飽きちゃったで秋田県、苦しいですよね。で、生産量は北海道がダントツですよね。昨年の2020年のデータでは1位が北海道で、2位が宮城県、そして3位が福岡なんですね。この年、秋田は国内生産率がわずか 4% で第5位なんです。秋田県がね、どんどん急上昇していってる状況なんですね。理由がわからなかったので調べてみましたら、秋田県は麦と大豆の生産性向上計画を挙げていますね。秋田県ってかつて日本第2位の面積を誇る湖だった八郎潟がありました。その八郎潟の位置は北緯40度なんですね。追加してね、高校入試ではスペインのマドリードと同緯度であることも押さえておいてくださいね。この湖を干拓して大型村を作ったんですね。ここではもちろん主食の米を栽培していたんですが、日本人の食生活の変化でね、西洋化しちゃったんですよね。お米の消費量が減って、パンとかパスタなんかの小麦の消費量が増えていったんですね。日本としては主食のお米を守るために、国がね、農家の作ったお米を全部買い上げていたんです。ところがそのお米が余り始めたんですね。ですから国家プロジェクトで動いていた大型村は真っ先にその影響を受けたんですよね。それが国の生産調整、減反政策ですね。田んぼを休耕、休ませるか、それとも別の農作物に切り替えるか、これは転作ですよね。この選択に迫られたんですね。働いている農家さんからすれば生活がかかっているのに辛かったと思いますね。でも世の中の経済の動きってね、お客さんがね、必要としているものを作ればやっぱりそれは儲かりますし、いらない、不必要だというものであれば作っても作っても全く売れないっていう世界なんですよね。ここからはね、想像ですけども、秋田県がね、立ち上がったんでしょうかね。美味しいブランド米の秋田小町とか努力がね、見える県なんですよね。大豆や小麦の自給率が少ないから国内で作るはないかって、ふんってね、鼻息を荒く頑張ろうとしてくれているのかもしれませんよね。国内で努力しているね、地域があるのはね、とてもいいことなんですけども、現実にはそれでも大豆の自給率は 6% です。どこからね、輸入しているのかといえば、2021年のデータですが、日本はアメリカ、ブラジル、カナダ、この順番で輸入しています。特に1位のアメリカだけで 76% ですね。日本の和食ってアメリカの原料で作ってるんかと考えれば少しね、寂しいですよね。じゃあ世界の大豆の生産量はというと、ブラジル、アメリカ、アルゼンチンの順ですね。輸入するとしてもね、遠いですよね。輸送費がかかりそうですね。世界で見た大豆の輸出国ランキングですが、1位がブラジルでしょう。
で、2位がアメリカ、3位がパラグアイ、4位がアルゼンチンですね。アメリカ以外では南米が多いですね。大豆の世界事情で言いますとね、地球温暖化でね、新しいエネルギー、新エネルギーはないのかって話になっていて、バイオエタノールという物質をね、発明したんですね、人類は。植物から作るエネルギーなら、植物を栽培している分、温室効果ガスも吸収してくれるんじゃないかっていうことですよね。まあ、これね、賛否両論あるらしいんですけども、大豆はそのバイオエタノールのターゲットとなっていますね。で、この状況からも大豆が値上がりしているような感じなんですね。で、次に落花生を見ていきましょう。2020年のデータが最新です。1位が千葉ですね。82.3% のシェアですからダントツですね。で、2位で茨城の 9.6% です。小さい豆は落花生で思いますかね。2個だけやからいりませんかね。次に芋類です。まずはジャガイモですね。最新のデータが2020年のものですね。日本国勢税ではジャガイモをバレーショと表記しています。同じだとね、考えてくださいね。基本乾燥した土地質ならどこでも作れるジャガイモですけども、北海道が企業的な農業で 78.6% のシェアなんですね。ですからジャガイモはね、北海道だけ覚えておいてください。で、このジャガイモですが、通常のジャガイモ、生のジャガイモですよね。これは調べてみるとほぼ日本産らしいんです。ですが、ジャガイモってね、冷凍食品とか加工食品が多いですよね。その辺をね、考えたら結構な輸入量になってくるみたいなんです。でね、ややこしいでしょうかね。はっきりした数字は日本国勢税でも出てないんですけど、例えばマクドナルドでポテトの販売が一時期制限がかかってましたよね。あとは輸送費の問題と世界的な不作でポテトチップスなんかのお菓子がね、値上がりしていますよね。で、中にはね、国内メーカーさんが国内のジャガイモにこだわったポテトチップス、お菓子を生産するんだということでこだわりがあるみたいなんですけど、その種のポテトチップスっていうのは生産を一時中止したり値上げをしたりとかしていますね。またジャガイモの加工品は遺伝子組み換えのものも輸入されてきているみたいですね。もちろんね、安全性の評価を日本がきっちりして許可を出したものになるんですけど、ジャガイモの加工品についてはね、遺伝子組み換え品ですよっていう表示義務がね、ないらしいんですね。だから買う側にね、選択する、買う選択、買わない選択の余地がね、ないのはどうなのかなとは思いますけどね。次にお蕎麦です。2021年のデータですね。1位が北海道、2位が山形、3位が長野ですね。北海道が 42.3% のシェアですね。北海道の畑作って強いですね。北海道は全国の食料事情を支えていますが、2位の山形や3位の長野はお蕎麦が有名ですもんね。それから甘蔗の生産量ランキングです。甘蔗とはさつまいものことですね。飼料作物でもありますね。飼料作物とは家畜の餌のことです。ですからランキングされている地域は豚など畜産業も盛んな地域だとお考えください。さつまいもは2020年が最新データだということですね。1位が鹿児島、2位が茨城、3位が千葉ですね。他の畑作もそうですが、特にさつまいもの芋類はパサパサと乾燥した土地でも栽培ができるんですね。ですから鹿児島なんかはシラス台地、やっぱり火山灰でしょ。で、茨城も関東ロームで火山灰の土地が多いですね。それから千葉は下総台地、ここが関東ロームが堆積してできた台地です。少なくともこれらの地域っていうのは稲作などの水を貯めるような田んぼには不向きっていうことなんですね。灰で描いちゃうさつまいもって覚えますか？灰で火山灰をイメージしてくださいね。かで鹿児島でしょ。いで茨城。ちゃうのちで千葉でいかがですかね。普通にね、覚えることができる人はね、こんなん不要なんですけどね。はい、それでは今日はここまでにしましょう。覚え方紹介するも、苦しいね、出さればかりでね、すいませんね。なんかね、いい語呂合わせがあればいいんですけどね。でね、最近息子がね、なんで次から次へとパパってダジャレばっかり出てくるのって聞いてくるんですね。でね、それはね、おっさんやから、そういう気もんなんよ、おっさんってって言うたらね、なんかね、ふーんってね、納得してましたね。ですからうちの息子って僕のことをザ・おっさんってね、思ってるんでしょうね。ちょっとね、ショックでしたね。
まあ、ということで、今日はお疲れ様でした。さよなら、バイバーイ、またねー。で、どんな締め方やね。